中国福建省で潤滑油を積んだタンクローリーが高速道路上で爆発炎上しました。付近の建物などに燃え移り大規模な火災も起きています。真っ黒な煙が空高くまで上がり周囲の人が心配そうに様子を見つめています。福建省泉州市の高速道路で2日深夜潤滑油を乗せて高架部分を走行していたタンクローリーから突然火が出て爆発し炎上しました。 SNS に投稿された映像では出火直後に運転手が慌てて逃げ出す様子も確認できます。火の勢いは凄まじくその後高架下の店舗や車両隣接するマンションなどに燃え広がりました。地元の消防などによりますと幸いこの火災によるけが人や死者はいないということです。